どうも、アキです。映画ナインやっていきましょう。はい、夏の予選進めていきたいと思います。次、前評判 E なんですよね。で、前回ちょっと岩熊を先発にするのが怖かったんですが、練習確認を見ると、あれだけね、スライダー上がりが悪かったのが結構上がってるんですよね、さっきの試合で。なので、やっぱりね、ここはね、攻めの育成をやっていきたい。はい、っていうところで、ただ調子がね、前回悪かったんで、お褒めの言葉を結構持ってるんで、岩熊さんに使ってあげて、OK、ノリノリにして、で、あと、学力が結構上がってたんで、もしかしたらクロスファイヤーも覚えられるかもしれない、岩熊。学力上がったんだよね。まだ無理か。はい、ではこれでね、行きましょう。うん。まあ大丈夫でしょうね。さっきもまあ6回3失点。最低限ね、先発の、はためは、役目を果たしていたので、なんだ、はためは訳していたって。たまにありますよね。日本語が逆になるとき。やっていきましょう。いきましょう。まあ前回は注目選手を、2年にしたっていうのもあったんで、じゃあ今回は名倉にして名倉を2番に持ってこようか。てかそろそろ名倉を本当に2番に持ってきたいな。お、てかみんな調子いいね。みんな調子がいいね。岩熊のみだね。さあ、名倉をじゃあ、こうか。こうだ順変えまして、そして、攻めの育成。これ、ナミプではないです。ここからね、2年間ぐらいに向けて、攻めの育成です。行きましょう。まあ、ただ、どうなんでしょうね。見る人が見れば、岩熊の方が強いじゃんっていう人もいるかもしれない。特殊能力いっぱい持ってるし。で、攻めの育成、はい。さすがにね、この相手ですので。この相手ですので、はい。はい、走れますね。プロ野球選手っぽいのもいないよね。なんかもう、この戦力だと詳細開くまでもないかな、みたいなところがありますね。行きましょう。1球目走っちゃいます。セーフになるんですね。これが外されてもあれくらいの方だと。こうなってくると本当に無双。外されても走れるぐらいの走力になれば、無双。よし。お、いいね、岩熊いいね。3回でまだヒット1本しか打たれてない。これですよ。もう1年の時からエースのピッチャーって今までいなかったですよね。勝田も2年の時はエースだった。もう勝田とか知らない人いるかもしれないな。最近見始めたっていう人は勝田なんて言ってもね、誰だそれってなりますよね。あの、停電の隊のエースですね。はい。勝田も1年の時はそんなエースではなかったし、あと塩見も1年の時は投げてない。あと最近で言うと並木はまあ2年の時はそれなりに投げてましたけど、いいね。さっきの試合ね、注目選手にしたので信頼度も上がってるし、ナイスナイス。おいいね、岩隈いいね。完封できるなら完封狙うか、岩隈。本当に岩隈を全力で育てる方がいいでしょうね、おそらく。このクラスの選手が入ってきた時には本当に全力を出した方が僕はいいと思うんですよね。初めて、本当にこのクラスの選手が入ってきたのは初めて。まあ、野手だと大杉さんがいましたけどね。あと、まあ、天才栗山監督と。そう、チャンス。さあ、肌、君だよ、本当に。君だよ、本当に。君がボーン、ボーン、ボーンと打ってくれればね、ボンボン TV ってね、こんにちは、えっちゃんですって違う。そんなこと言ってるから、2人ともファーストゴロ打っちゃったじゃないか。ダネイチ、熱血。ここ、クリーンナップがちょっと誰も打たないのは渋いな。満塁ホームラン打とう、ダネイチ。お、いいね、いいね、いいね。よーし。岩熊を大援護しよう。まあ、ただ、たまにコメント欄でいただくのであるのが、エースを先発させないですみたいなのをいただいて、その理由が、後半ピンチの場面にスタミナがなくて投げさせられないので、みたいな。なるほど、と。そういう考えもあるのかなんてね、思いますけれども。はい。セカンドがいっぱいおるな。いや、これもう本当に完封狙うぜ。
かもう変えていいか、普通に育成のことを考えると変えないと。しっかり変えよう。よし、であれですね、外野も一人ずつ出していきますか。よし、さあ岩くんも完封できればかなりいいですよ。スタミナ上げて、あと守備も、そうなんか防御率がね悪いんでちょっと気に食わない。あの練習試合でね後続がホームラン打たれるっていう出来事があったんで、あれがちょっと気に食わない。これいいぞ、これだけ先発させて投げさせれると信頼度かなり上がって、もう秋大会は12分にエースっていうか、夏ももしかしたらいい感じになるなんて思っちゃいますね。これ夏も戦力だな、普通に。ちょっとスピードが遅い。この試合終わればおそらくスライダーが上がると思うんですけど、これでツーアウト。あとはスピードですね。スピードさえ上げられれば悪くない。ちょっとまたやってしまったけど、まあいいや。宮川エースだから。ここで完封してもあんま変わらないので、宮川だけは出しとこう、やっぱり。ちゃんとピッチャーで。作戦変更で宮川だけは出すパターンでいきます。そう言ってもエースはねちゃんと大会投げさせとかないと、この後が怖いわ。ただ本当にやろうとしてたのは守備交代から宮川レフトにしようかなと思ったんですが、いややっぱエースは投げさせといた方がいいっすね。さすがに岩隈ばっかり育ってると怖いな。教えてくれた。 OK、 これでスライダーがおそらく上がると思っていましたので OKOK。さあここで練習指示を使って球速を上げていくと。よし、ナイスナイス、岩隈ナイス。おいいね、岩隈超ノリノリになった。じゃあ次も評判、ああさすがに前評判 C で岩隈先発は怖いな。いやー強いんですけどね、 C はさすがに怖い。もし B とかが来た時に何かあった時が怖いので球速上げます。もうこれ大丈夫でしょう。急速上げます。いや、コントロールかな。OK。ということで、一回ちょっと体力を回復しよう。ふっふっふ。いきましょう。いやまあまあ、学力上がったなら。甲子園に出場したい。さあ、普通に3使うよ。よし、行きましょう。これでエース先発させて、ただ、まあ、中継ぎもいるので、点差が開けば、岩隈出したい、すぐにでも。もう、準々決勝か。誰にしようか。小杉、2番小杉にしよう。そしたら1番走らせられる。だから、これで行きましょうかね、もう。行きましょう。よしよし、いい感じ、いい感じ。ただ、ナメプは良くないんで。全力ね。育成も強気の育成とナメプトではまた違ってくるのでって、おいおい、総合戦力 C っていう嘘はなんだそれ。前評判 C っていう詐欺はなんだこれ。詐欺だな。うわー、くっ、マジこれやばいと思う。相当頑張らないとやばい。頑張れ頑張れ。まあ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 、1点取ろう1点取ろう。この回1点、 よしよし、4点取った。ナイスナイスナイス。いや岩隈、まあけど岩隈先発にさせてでも実際そんなに変わらないと思ってるのは僕だけですかね。あの特能の多さならもうかなり抑えてくれる気がする。誰が先発でももう変わんない気がするのはあれだけれども、とにかく全力でいこう。オッケーオッケー、エースがただ抑えてる。さすがエース、さすが宮川。これ伝令使いましょう。守備に気合い入れいきましょう。ルイ詰まってるんでね。おい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 、よし、ゲッツー取れる、ゲッツー取れる。よっしゃー、伝令使ってよかった。ナイス、
さあ小杉、せっかく注目選手にしたんだからヒット打とう。これ勝てるとでかいぞ。うわー、くそ。このチームはね、言ってもまだいい試合できてないんで、ちょっと戦力に不安があったんですけど、ここに勝てればすごい大きな自信につながる。でも初回の4点から点が取れてない。金市4割10本32打点、種市すごいな。隠れすごい選手種市。守備もう一回気合い入れます。で中、いや、うん、コンピューターがする位置でいい。前進でも中間でもそのままの守備でも何でもいいと思ったので、コンピューターにそこはお任せします。さあ、オッケー、ナイスサード、ナイスハダー。宮川もいいね、防御率良くなってきてるね。球数90球か。いやでもスタミナも結構上げてるんでまだ大丈夫。この回は少なくとも大丈夫。サードショート取れる。よっしゃー、コンバートしたショートナイス。いやー、カードを使ってよかったですね。守備上げてなかったらなんか危なかった気がする。宮川、まあこの回までとしましょうか。この回までで代打ですね。この回まで頑張れ、ラストエース、あとは岩隈に任せろ。セカンド、よし、ナイス。もし投げれるかもしれないけど、まあ引っ張って結構打たれることが多いので今までの栄冠ない、やめましょう。あ、宮川、ダイソー。ああ、ダイソーいないけどね、今チームにいないけど、まあ少なくともちょっと足速くなるから、よし、オッケー。ゲッツーの危険が少しでもなくなれば。よし、ナイスバッティング。あ、てか今カード使わなかった、使ったっけ。あ、でもまあ置いといたら置いといたでいいかもしれない。あ、使ってますね。これバントあるな、マジで。よーし、ダイソー出しといてよかった。さあこっからクリーンアップ、チャンスへ大股からのパワー日持ち、精密機械。よっしゃー、よし、総合、え、ああ、しかもさよならか。いや、岩隈出せんかったやないかい。いや、でも、そんな余裕はないけどね。なんか、ここから弱くするなんていう、総合戦力 A の相手にそんな余裕はないけど。え、マジ強いな。まあ、最後、スリーランはまあ、結構運良かった部分もありますが、うわ、岩隈出したかったけど、まあ。いやー、でも自信になる、これは。なんだ ?1 回戦のあの4点しか取れなかったのはなんだ、総合戦力 D 相手に。じゃああれは何だったんだ。いや、成長してるんだ。え、岩隈のスカウト評価が上がった？岩隈投げてたっけ？え、岩隈投げてた？ちょっと動画見れる方は一回見てみてください。岩隈投げてた？まあいいや。よーし、前評判 D。岩隈で行くぜ、そしたら。青森のブンブン丸いいね。よしよし、準決勝かな。いやー、あー、いや、この正直ね、今年のチームではあの戦力勝てないかなと思ったんですけど、よかったよかった。まあエースが良かったっすね、これは。多分エースがしっかり0点に抑えてるっていうのは大きかった。何しようかな、松尾にしようかな。で、松尾をちょっと打順変えてみようかな、一回また。松尾2番でも面白いか、この場合。どうしよう。で、岩隈先発させます。行こう岩隈、135キロになったる。 OK、 行こう攻めの育成。いやー、それにしても全国行脚始めてから
結局どの県で出ても強い相手は必ず来ますね。予選中ずっと総合戦力 C 以下なんていうのはまずない。ここ3年間やってみて思うのは。よしよしよし、これは岩熊が抑えてくれるよ。キャッチャーはよし走れる。1球目は怖いな、さすがに。2球目でいこう。カード渋いな。二塁送球はどうだ。OK。ランナーが一つ。これはまあ進塁だで。OK OK。おいいね。さあ岩隈を援護しましょう。先行チーム。いいね。一球目でいきます。よし。ランナーが二塁に進む。攻めの姿勢でいきましょう。攻めの姿勢でね。いいね、3試合岩隈先発してるわけか。ということはさっきの試合以外は全部岩隈か。こういうことだ。まあエースは宮川なんですけど、僕の中では育成しながらですね。まあ桑田だって1年目は背番号ね1ではなかったわけだし、うん、何の話だでも実際ねエースだったわけだしっていう、何の話だ。いや、ゲッツー。よし。ダブルプレーは逃れました。うわー強っ。代打出しましょうか。もう育てたい選手、まあいっか、注目選手だし。さあラッキーボーイの本領を発揮してほしい。強っ。岩隈一失点、まあ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 。しました。サード右横のこの一塁へ送る。アウト。これでバッター。もうこれ抑えたら終わりですよ。ちょっとこれはさすがに育成に育もうぜ。二遊間でしょ、あと捕手でしょ。まあこれくらい変えときゃいいか。白石外野もよし。あ、またピッチャー、あ、今回は岩隈完投させようかな。どうしよう、完投させるのかそれともエース出すのか。完投させるか、やっぱ岩隈育ってるか。でもエース十分に力はありそうだし。おい、またお前がエラーするんじゃない。で、できれば試合もうちょっと長引いてもいいんだよな。コールド勝ちするよりはもっとやった方がおそらく信頼度とかも上がるはず。しかし抑えるね君。まあ、ちょこっと出したし。いや、点を取られたら取られたで、そんなにボコボコに打たれなければまあ悪くないかなと。まあこれでもう1イニングは確定というところで悪くはないかなと思うんですよね。でこれで伝令で守備上げ、スタミナと守備を上げて岩隈をもうちょっと育成する。サード OK。 これで二遊間なんかは1年生出したので、まあ、そこの成長にもつながってくれれば秋大会に向けて素晴らしい。立て直しですからね、今立て直しの時間ですからね。 OK。 セカンドなんか超下手だけどね、まだオール F だからね。稲垣、なんで稲垣を出してくれんのこれ、よくわかんないな。そうだから来年の正捕手は一応2年のつもりなんですけど、育成したいのは1年捕手なので、こうやって今ベンチ入りしてるのは1年捕手っていう感じですね。はい、そこが伝わっていれば幸いです。さあサード西名、代打川日持ちです。ん？違うわ、西名はパワヒじゃないや。満塁男逆境か。フォーク、空振り三振、低めの変化、右バッター。熊谷、これはしっかり育てておこう。さあファイトを前面に押し出したバッティングをしてほしい。来年クリーンアップというか、下手したらこれが4番かもしれないっていう、来年の辛さあるな。
これが4番かもしれないな、今。やばいな。来年、打線やばい。本当にだから、岩隈がいかに成長するかによって、来年はね、再来年はまたね、話は変わってきますが、来年は本当にここから岩隈がどれくらい成長するかによって変わってくるんだ、話が。しっかり育てておこう。よし、ナイススクイズ。先行チーム、1点入りました。むご。しっかり育てておこう、岩隈。よーし、オッケー。いいね、1年生ヒット。先頭チーム、さらに1点追加、13対。どうでしょう。まあけど前評判詐欺がありますからね。さっきだって前評判 C からの A が来たんで、もともと絶対この戦力だって分かってたら、正直二遊間先発をこっちにした方がいいと思うんですよ。ただもちろんね、前評判詐欺があるので、これで B ぐらい来たって文句は言えないわけで。だからまあ岩隈は信頼できるからいいとしても、他がね怖いですよねっていうお話だよね。先行チーム代打は成。先行チーム、まあこの回で終わらせるか。よし、3点台まで落ち着いてきた防御率。そして結構カードも高くなってきてるんで、信頼度も上がってきてると思う。先発させるとね、相当上がりますよね。 OK。いやー、こんなに岩隈を出せるとは思ってなかった。さあ、ショート、1年ショートアウト取れるか。いいね、1年ショート、守備うまいですからね、もともと基礎能力高かったので、あいつには期待していきたい。よし、さあ、もう終わらせますか、全員出したし。いいっすね、これ。ほんと球速上がれば悪くないぞ。ショート、よーし、これ二遊間もしっかり試合で後半活躍したし、 OK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 。 岩隈全力で育てましょう。いいね、球速上がってますね。136まで来ました。ふんふんふん、まだ信頼度上がるんだね。3年ピッチャー陣も出したら試合に出して正解で、松尾もしっかり信頼度上がってるし、 OKOK。 よし、強豪校戻った。ナイスナイスナイス。 OK、 だから岩隈が入学して、まあ最初何ヶ月かだけはちょっとあれでしたが、ここだから甲子園もしっかり勝ち抜けば大丈夫なんですけど、さすがにこれ前評判 B ですね。さすがにちょっともう遊んでる暇はないので全力オーダーにします。キャッチャー変える。若林は入れるか。さすがにこのセカンド使えないからな。さすがにちょっと全力オーダーにしましょう。2年菅原、これは使えないな、さすがに。これだな。で、ピッチャー陣はただこれでいいですね。もう2年よりは絶対岩隈の方が強いので、はい、岩隈の方が絶対強いですね。どうなんだろう、本当に3年よりも強い可能性は大いにある。だからもう宮川を本当に引っ張らない。岩隈もいるんだから、そういう気持ちでいきましょう。オッケー。で、ちょっとアイテム使いましょう。お褒めの言葉を、宮川。ノリノリか。だったらいいな。だったらいらないな。他は？ピッチャーもうアイテム使ってますもんね。いらないですね、他も。いやー、もう全力で行くしかないな。もうオーダーも変えたし、これでもう負けたら全力の結果だから仕方ないっていうやつですね。はい、ではやっていきましょう。やっていきましょう、本当に。まあでも総合戦力 A に勝ってるし、あれよりもベンチメンバーを良くしたんで、まあベンチメンバー良くしたって言っても、まあ本当変わんない。もう2年本当変わんないですからね。代打が多少良くなったぐらいで、本当に操作はないけど、実際。行くぜ。さあ、最後は一番いいやつにしたい。あー、おまただな。もうこれはおまただな。おまた。
で、打順なんだけれども、まあ、バント職人は確かに持ってる。でも、名倉の方が走れて、やっぱ、小俣のチャンスへを生かせそうなんで、こうかな。こうだな。こうだな。オッケー、ピッチャーの調子は最高に。行きましょう。さあ、もう泣いても笑ってもこれ勝てば甲子園。お待たせいたしました。行きましょう。言っても総合戦力 A に勝ってるこの大会ね。あそこからまだ成長もしてる、もちろんみんな。さあ行きましょう。さあさあ、どんなのが来るのか、どんなのが来るのか。うわ経験だけないってことは普通に能力クソ高いんだこのチーム。能力はクソ高いんだこれ。経験ってことはあれですよね、あのそれって要は名門とか強豪とかってやつか。すげえ強い。なんでこれが5番なんだ。でもあ、チャンス A か。キャッチャーも強いので、まあ、基本走れない。でここはあれか、甲子園打ちの方がいいか。甲子園上げてるしパワー上げてるしホームランで1点取れる。ツーアウト、これでスリーアウト。頼む、2点に抑えろ。とりあえずとりあえず2点に抑えろ。よし、走ろう走ろう。ここだ。うわ、外された。くそ、なんで読むんだお前ら、なんでそんな読みがいいんだ。でも外されてあれだったんで、外されなかったら走れる。これはなんでそんな読みがいいんだお前ら。くそ、チャンスを生かしたかった思ったの。これで読みがいいね。サード、おい、エラーすんな。よし、2点差なら本当に全然1イニングでも可能性のある点差なんで、とりあえず2点差でとどめよう。そしたら未来はまだ見える。3点差からは辛くなってくる。うわ、センター取れ。あ、くそ、え、回るの、しかも。うー、回られたか、回られたか。3点差。攻め打ち使おう。もう、あ、流し打ちつくのか。じゃあ流し打ちで。よしよしよし、オッケーオッケーオッケー、ナイスバッティング。盗塁はしない。さあ、肌続け、お祭り男ナイス。バカ野郎バカ野郎、バッカ野郎。あ、もう宮川、これ球数が厳しい。もう岩隈に任せます。むしろ岩隈に任せます。多分宮川の次は岩隈が一番いい能力、信頼度も上げられたし。くそー、熱血。あ、もうほんとカードがレベル高い全部。よーし、ナイス。めっちゃカードがレベル高いぞ。よし、ゲッツー取れ。よし、これは流れ作った流れ作った。岩隈が抑えたのはマジで流れになる。これ流れになる。よし、1点返したけど、1点返したけど、なんだなんだ。岩隈でいきましょう。よし、岩隈、お前が流れを作れ。もう君が流れを作るんだ岩隈、流れを作るのは君だ岩隈。岩隈、よし、てか岩隈先発でもよかったかもしれないな、下手したら。それはないか、それはない。言っても3点に抑えてるんだ、エースだって。もう最終回2点差、なんとか頑張るしかない。で、延長もあるので、本当に岩隈投げさせておいた方がいいな、これ。
あのピッチャーも持っとかないと。ああ、岩隈いいね。岩隈いいね。よし、行くぞ。よし、ありがとう、岩隈。さすがに代打出すね。打ち気はおらんのか、このチームに。打ち気はおらんのか、おらんのか。打ち気はおらんのか、なるほど。いないのか。こいつか、こいつ。まあまあ、打撃能力高いし、こっちかな。もうお任せ、もう信頼度どうこう言ってらんない、お任せは上がんないとか 言ってらんないね。うわいうわい、黄色い声援、頼む頼む頼む、よし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 、でも盗塁はしない、1点返ったところでなんでね、1点じゃない今欲しいの。まあもちろんあれがなくなるっていうのはあるけどね、ゲッツーが。でもまあ名倉だとゲッツーないでしょ。頼む頼む、相手の球数も100球超えてる。よし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 、これで小俣のチャンス A が生きる。頼む小俣チャンス A、これは強振引っ張りだな。よし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 よっしゃ、え、さよならスリーラン、よっしゃ小俣、今ミート打ちにしようかすごい迷ったけど、これはもう岩隈が呼んだ勝利でしょう。岩隈と小俣がヒーロー。よっしゃー、ガッツポーズー、やーべー、ほんとにこれ、てかこのゲーム面白すぎるんですよ。もう毎年毎年ほんとにハラハラさせられて、もうほんとに全力で叫んで。正直パープルアプリでよっしゃーなんていうことないっすからね。このゲームはね、面白い。このゲームほんとみんなね、買った方がいい。見るの面白いって言ってくれるだけでもすごい嬉しいんですけど、ぜひやってほしいっすね、皆さんにも。見てるだけでやったことないっていう人には。ほんとに面白い。いや、これもしかしたら人生で出会ったゲームナンバーワンになるかもしんない。いや、ほんと、サカツクとね、ファイアーエンブレムを超えてくる可能性ある。やっべ、面白い。いやでもこの勝利は本当に岩隈が呼び込んだと言っても過言ではない、本当に。そしてチャンスへの小俣を3番にしておいてよかったね。4番、3番、まあ論争ありましたが。いやー、またこれ、予選決勝、また、どうでしょう、ウーム高校ナンバーワンゲームを更新したんじゃないですか。やったねー。ここで負けてたら間違いなく強豪落ちるんで、また。で、ここですぐ落ちたら多分ね、秋大会全部勝っても強豪になれない。いや、これほんと、岩隈エースにする説あるわ。岩隈が呼び込んだ勝利だった。ナイス。やったね。やったぜ。いや、ほんとに今のは鳥肌が立った。もうほんとに、超嬉しい。素晴らしすぎる。こんなゲームがあることでしょうか、本当に。さあ、赤特殊能力消して、導入しましょう。あ、これは、普通に機材交換券、これを2枚買います。はい。いやー、すごいねー。まさかホームラン打てるとは、正直ね、かなりミート打ちと迷ったんですよ、僕も。ミート打ちの方がいいのかなーなんて思いつつね。はい、あれにしたんですけど、うわー、これはいい試合だった。ちょっと放心状態にありますね。ナイス、また3番にしてよかった。そしてこういう能力の上げ方をしてきてよかった。ナイスだ、また。また4割、肌2割5分3厘なんですよ。もしかしたらこうの方がいいっていう声もあると思うんですけどね。やっぱ3番だね。はい、で、名倉を2番にします。オーダーこうしましょう。よし、そしてもしかしたら、岩隈が先発でもいいかもしんない、本当に。まあでもこうやって逆にあれか、そのコメント欄でいただいてた通り、エースを先発にしないっていう論で言うと、こうやっていいピンチというか、いい時に岩隈が投げてくれるっていう良さもあるのか。まあその辺は前評判見ながらね、考えていきましょう。はい、ということで、いやーよかった、勝てたよ、勝てた。何よりこれで甲子園に行ってね、また岩隈を成長させられることが僕はね、嬉しいですね。
はい、ということで本当にね、いい試合をお届けできてよかったなと思いますので、これからも皆さん楽しんでいただければと思います。いやー、本当に3本ぐらい前の動画は暗黒をもう暗黒漂っていたが、それから本当に急上昇だね。もう曰く間のおかげだよ本当に。ということで、これからね、頑張っていきましょう。今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければぜひともチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。皆様からのワンクリックが僕の活動の励みとなっておりますので、何卒よろしくお願いいたします。はい、この動画面白かったっていう方はぜひともグッドボタンをよろしくお願いいたします。はい、もうぜひともね、おまたのホームランをね、皆さん祝ってください。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。まずは合宿、アディオス。